代町からお越しの加藤空人くん、加藤空人くん、男の子3歳のお母様が迷子センターでお待ちになっております。緑色の服を着た加藤空人くん、男の子を見かけた方は赤いアドバルーン前の迷子センターまでご連絡ください。相模原市からお越しのりょうくん、13歳のご両親が迷子センターでお待ちになっております。至急赤いアドバルーン前の迷子センターまでお越しください。群馬県藤岡市からお越しの荻野ゆうきくん、荻野ゆうきくん、12歳のおじい様が迷子センターでお待ちになっております。荻野ゆうきくんは至急赤いアドバルーン前の迷子センターまでお越しください。改札口付近は大変混雑して危険です。